デメトリオス一世、ソテルはセレウコスアサシリアの第十代王。セレウコス四世とその日であったラオディケ四世の間の三男として生まれる。人質としてローマに送られたため、不王の没後はすぐに即位できず、その王子のアンティオコス四世が王位についた。紀元前162年、ポリビオスの支援を受けたデメトリオスはローマから逃亡してシリアに戻り、 アンティオコス四世の死後に、ローマ元老院の指示を受けて王院についていた重帝の、アンティオコス五世とその摂政であった将軍のリュシアスを、処刑して即位した。メディアのサトラップであったが王を戦勝し、独立を宣言したティマルコス王打倒し、バビロニア人をその先制から解放した。デメトリオス一世は、バビロニア人から、ソテルの称号を立て祀られている。カッパドキアの王であった。 アリアラテス5世も打ち破り、マカバイ戦争でユダマカバイを戦死に追いやって、シリアを自らの元に統一した。火のラオディケは、前血姉妹のラオディケ5世である可能性がある。紀元前150年、アンティオコス4世の財務長官であったヘラクレーデスは、アンティオコス4世の子とされるアレクサンドロス・バラスを擁立し、ローマ元老院の指示を得て挙兵した。 デメトリオス一世は反乱軍に敗北して殺害された。デメトリオス一世をかたどった金貨、ありがとうございます。